2005年 F1 第17戦ブラジルグランプリ予選、この模様を お送りしてまいります。まずですね、日本との時差12時間のブラジル、今宮さんには、現時点でのこのサーキットのコンディションを伺っておきたいと思うんですが、そちらはどうでしょうか。ちょっと蒸し暑い感じがしますね。29度、はい、路面は37度ですから、今日の朝からはかなり温度が上がってきていますね。風はそんなに FIA 表示ありませんが、はい、例によってコースサイドをさっき言ってましたけれども結構風は感じております。湿度は 47%、まあ、どうでしょう、この画面でもちょっとこう空がね、はいはい、薄曇りっていうんでしょうかね、そういった感じですが、まあ、雨の心配はないと思います、はい。フェラーリはソフトを選びました、はい。そして、ちょっとミネラリティが不明なんですけれども、ジョーダンはティアゴ・モンテールの方が、まあ、ドライビングタイヤに優しい、まあ、ドライバーなんでソフトで、うん、カーティケアがハード、ミシュラン勢ですけれども、はい、結局ソフトを選んだのは、5台で、レッドブル、ザウバー、そしてラルフ・シューマッハですね。ラルフ・シューマッハだけがですから、トヨタではトゥルーリとラルフ・シューマッハで分かれた。そうですね、はい。それでそのタイヤチョイスについて、それはウェットを想像してのことなのって言ったら、はい、いやそうではなくて甘さなかったんでというような答えが返ってきてます。ああ、そういった意味では、はい、河合さん、決勝2ランでの戦い方ってのは、はい、本当第1グループから面白そうですね。そうですね。でその決勝2ランという意味で、はい、まあ、興味をそぐわけではないんですけれども、タクマは多分インストレーションチェックのみで終わるんではないかなと。あ、なるほど、はい、その方が、はい、まあ、ワンストップで確実にいけますし、でワンストップの時の、若干ピットストップのウィンドウを広くできるということもありますからね。フリー走行4回目の時にタクマ君が止まっていましたね、はい。でそのことについては何か、現地の方では、はい、ギアボックストラブルだそうです、はい。あ、予測通りでしたね。そしてエンジンを積み替えてと、はい、ということですね。まあそうすると車体の後半部分はもう、はい、まっさらに近い状態ですね。今宮さんからも解説ありましたけれども、インフィールド部分からこの最終区間でのパワー伸び、いうのは結構トルクがあるエンジンですからね、こういうところ得意ですね。さあそのフィジカルのアタックが始まりました。1コーナーに飛び込んでいきました。下りで迎える 1,2 コーナー、エスドセナ、セクター1は18秒422、で今宮さんこの辺りからですね、はい、そうですね、今の6、7、8、まあ、今回ちょっとだけ舗装も変わりましたけれども、はい、やはり相変わらずバンピーな部分ですよね、うん。まあ、そしてここ10コーナーのこの入り口もそうなんですが、はい、ヘアピンのところを過ぎますと少しまた下りになります。ルノーはその辺はうまくバンプライドはいい感じにまとめてはきてますね。うん、セクター2はちょうど12コーナーの手前、この辺りも荒れてます。さあそして迎えるコントロールライン、1分12秒台半ばというタイムが出ました。このタイムはどうご覧になりますか。はい、まあ、ちょっとコースコンディション分かんないんでまだ1人だと見にくいですね。はい、午前中の比較、4回目と単純に比較していいものかっていうのがありますからね。なるほどね。ただ、はい、ただフィジケラはこのままスタートアタック順位をしていたわけですから、若干重めであることは考えられますよね。はい、まあ、コースコンディションはそんなにダーティーではない、はいはい、佐藤選手はピッと、はい、あ、そしてやはり佐久間はこれ戻るということになりました、はい。チェックを行ったのみで戻ります。タイムを結局は出しませんでした。
これはですから、藤井聡子4回目のコースで6コーナー7コーナー見てましたけれども、はい、その感じでは車のバランスはよく仕上がってきたなと思われました。佐藤選手あの4回藤井聡子4回目5ラップでしたけれどもね、はいはいはい、そして、まあ、川合さん予想された動きでもあったということになるわけですね、はい、すいません繰り返してください。予想された動きでもあったということになるわけですよね。はい、はいはい、いよいよラスト参戦ということになってしまいました。王座の立場を離れるシーズンミハイル・シューマッハ。さあここから始まっていくミハイル・シューマッハの戦い。18.5。 セクター1はこのバックストレートエンドの手前、100分の8秒マイナス。さあそしてこの先です。ここまでの動きは今宮さんどうでしょう。シューマッハ、フリーの4回目も同じような感じで、はい、良くなってますから、今のところになって少しずつ着実に良くなってますんで、その辺の、いい感じが続いていると思います。ここでコンマ175の遅れ、そして最終区間です。うん、フィジケダのタイムに対してフェラーリミハエル・シューマッハ1分12秒台に入ったところというところ、その差でコンマ418です。ニコネンが見つめている中、モントーヤのアタック。ここからタイム計測が始まりました。318.4。対ルノー、そしてアロンソ対ライコネンの鍵を握る男モントーヤ、100分の9秒差対フィジケラ、ルノー。さあそして中間部分です。インフィールドの区間へと入っていきました。バンピーな中でも吸い付くような、この8コーナー日、はい、この登ってブレーキングなんですけど、そこの伸び切り具合っていうのが、メスレス2人は非常にいいですよね。ライコネン、モントーヤ、はい、モントーヤがどういう結果を導くのか、はい、ここでコンマ409マイナス、大きな差になりました。セクター2、そしてタイム1分12秒145をマークしました。ルノーフィジカルのタイムをコンマ413刻んでいます。ラゴスはピットではほぼ1回しかないというのは非常に可念すれば、ね、珍しいわけです。さっきピット出るときから大歓声でしたからね。またここの大歓声は違うんですよね、他の、ね、スタンドとはね、はい、盛り上がり方が。さあバリチェロのアタックが始まりました。セクター1です。100分の9秒差、現時点でトップタイムは去年の優勝者ファンパブロン・モントーヤ、そして去年ポールからスタートを決めながらも3位に終わったルーベンス・バリチェロの戦いです。ちょっと678が2や2年組で8コーナーのエントリーでちょっとまあ内輪ロックしましたけど、今のミスでもちょっとセカンドセクター大きいですね、ここでやはりコンマ743という開きになりました。フェラーリのマシンを操るのもラスト参戦というルーベンス・バリチェロは3年連続の母国でのポールはなりません。1分13秒183は
7番手です、はい、この予選ラップは良かったですね、ウェーバー。さあそしてジェンソンバトンがいきます、はい、フリー走行の良かったバトンですね。306キロ、フリー走行は3番手というところ。果たしてルノーマクラーレンの一角に割って入れるか。はい、今宮さんどうぞ。アウトラップから17秒303セッタースイで上がってきましたんでね、はい、ハードプッシュして私に入りました。いい形でまずセクター1、うん、67は綺麗ですよ。さっきもこのコーナーからの流れはいいですね。フィールドを迎えてからも流れはいいという、ここは全然スロットコントロールなしでベタ踏みで彼は8コーナーまでアップヒルガーンと持ってきますから。はい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 、セクター3のセクションでどれだけタイムロスしないというか、タイムセーブできるか、それでポジション決まるでしょうね。やっぱり12立ち上がり、ここからの立ち上がり、ここまではよくつないだ。コンマ243、36秒台セクター2、うまくフィジカル決めますよね、いいでしょう。さあそして最終区間、ホンダパワーの見せ所ですね、そうなんですね。さあマクラーレン・ルノーの一角に食い込めるか。1分12秒696、それでもコンマ551という差です。フィジカルに対して、はい、0.3 ですからね、17秒セクションで 0.3、 ちょっとね、まあ、彼ら喜んでますが。そしてアロンソ登場です。あと2人のアタック、アロンソとアイコネン。まあ、スピードもね、はい、トラップ見ていただければ分かるんですけど、305キロ前後ですから、306でしたよね、ラインが、うん、はい、そっち側にダンフォース走行に振っちゃってますんで。ただ少しでも明日雨降ってくれると、その方がこういうセッティングがいいですけどね、うん、この出口出口が早いですよね、うん、セクター1ベストですよね、はい。うん、出口出口って感じでしまいます。迷いもなくパッてハンドル切ってますよね。で、まあ、あえて言えばライコネンは入り口入り口って感じでしますね。それが見てると面白いですね。その入り口の高いスピードをライコネンは保とうとする、アロンソはどちらかというと出口で勝負するっていう感じですね。見てますね、グリーングリーン、セクター2過ぎてもマイナスでいった、はい、ベストベストですね。駆け上がっていく最終コーナー、うん、1秒台2人だけ方法ですからね。さあこれはタイムも非常に楽しみ。1分11秒台入った、ガッツポーズ。コンマ157モントーヤ逆転ガッツポーズ。素晴らしいラップでしたね。いや見事なラップをアロンソンまずは見せつけました。これぞタイトルを決めるにふさわしいレースと、そんな感じのアロンソのアタック。ライコネンです、本当に。でもだから、まあね、今回決めれば最年少チャンピオンですけども、はい、精神力が強そう。ミスりましたよ。スモーク上げながら大きくミス、珍しい。今の入り口でね、入り口入り口攻める攻めるライコネン言いましたけどね、はい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 、追い詰められたライコネン。でかい、このセクター1でコンマ7。ですから河合さんが言いかけたその精神の部分ですよね。はいはい、いやミスがなければもちろんアロンソライコネン最後の最後で直接対決というような、あとはここからどう盛り返してくるのか。1コーナーの飛び込みでしたライコネン。セクター2ポールですね、アロンソのプロだと間違いなく、そのままはい、もう最終入っていきました。君大5年どこまで挽回するかですよね。あまりにも大きなミス、あとはポジションの挽回は5番手というところにとどまってしまいました。この結果アロンソ史上この最年少のタイトルを決める、そう思われているレースで通算8回目、今シーズン5回目のポールポジションを決めています。ライコネン痛恨のミス、ここですよ
何度も繰り返しこうリプレイが流されます。そして最後はガッツポーズを豪快に決めたフラビオ・ブリアトーレです。予選の結果をご覧いただきましょう。見事にポールを決めました。通算8回目フェルナンド・アロンソ、そしてモントーヤがなんとかフロントローで食らいついて対ルノーです。3位、4番手に VAR ホンダでジェンソン・バトンが入りました。そして5番手ライコネンは3列目並んでクリエン、ミハエル・シューマッハ、トヨタのトゥルーリが8番手ですがエンジン積み替えてますので中盤グリッド降格です。マッサ・バリチェロと続きます。それ以降ですが11番手にトヨタ、ラルフ・シューマッハ、ビルヌーブ・モンテイド、ウェーバー、ピッツォニア、クルサード、カーティケアン、アルバース、佐藤拓磨はノータイム、ドーンボスと共にということになりました。さてでは河合さんも取材に行かれると思いますので明日の決勝に向けてと予選の感想からお願いします。はい、まあ確かにライコネ今予選アタックミスりましたけど、はい、セカンドセクター見てる限り、まあ、それなりに燃料を積んでると思うんで、まだ分かんないんですが、はい、それよりもやっぱり気になるのは天気ですよね。天気が明日どうなるのかなっていうことですね。予報かなり悪いんですか。やっぱりあまり良くないですね。良くないというね。今見てもう一回気づいた。午前中とフロント午前中非対称でしたけど今対称でしたね。アロンソね、はい、はいはいはい、フロントウィングのちょうど上の部分ですよね。シメトリーですね。でもこのアロンソ今こういう顔してますけど、はい、本当年齢の割にはものすごく落ち着いてて、はい、F1 に入ってまだね、はっきり言って若い子じゃないですか。そうですよね。信じらんないぐらいこの落ち着き払ってる、だからこのなんて言うんですか、レース中もレースを読む力っていうのはやっぱすごいですからね。なるほどね。これはもう明日アロンソ決めておかしくないです、はい、まさにふさわしいポジションで明日の決勝を迎えるということになりますかね。はい、で今回は攻めると言ってました。それが、まあ、現れたのは今日の結果であり、はい、明日も攻めるレースを見せてくれると思います。はい、河合さんありがとうございました。明日もよろしくお願いします。はい、